どうも井上真央でございますよ。ノーミルク佐藤でございます。やってまいりましたミルクサッカーアカデミー。サッカーをもっともっと楽しめるためにということで、今日こちらの2023 J リーグ陣容確認シリーズも4分の3ぐらいまで来ました。ありがとうございます。確認したい確認したいという答えにして、はい、今日はそうです、はい、こんな感じで秋田、藤枝、鳥栖、宮崎という4チーム持ってまいりました。チョッチフレーズも輝いてございますけどもね。そうですね、それぞれいろいろありますけど、翼のなんて言うんですか、これこれ核欲の陣、わー、これなんですか、中国の言葉ですか、これは一応ね、何違うの。そうですね、そう、そう、本当にあの戦いの方の戦術、まあ、なるほどなるほど、やっております。やってきます今日もね。はい、チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。お願いします。毎日やっております。はい、と、はい、ということで今日北からいきましょう。まずは秋田さんでございます。はい、こちら、はい、ドン、はい、まあ、ブラウブリッツ秋田ね、あの結構なメンバーのいわゆる移籍入れ替えというところがありました。黄色が新加入の選手ってことだよね。そうなんです、ね。まあ、例えば抜けたというか選手で言っても、例えばレギュラークラス行ったらボランチの稲葉選手が町田に行ったり、はいはい、まあ空中戦メンバー、千田選手、池田選手がまあベルディ町田に行ったりだとか、うん、あとゴールキーパーの田中雄大選手ですよね、はい、が広島に行ったりだとかなんてことが、はい、はい、ありましたと、うん、ただその代わり、やっぱ同じようなプレイスタイルの方をちゃんと連れてきたなというところがありました。はいはい、やっぱ分かりやすいのが僕はね、うん、あのまあ、去年はいわきにいましたけれども、うん、横浜FCからやってきた星京庵選手。はい。彼なんかもう、バネオブバネ。バネオブバネ。もうバネですね。4メートルぐらいまでいけるんじゃないですか、なんなら。じゃあもうこれもサッカーやめた方がいいよ、もうこれ。バレーボールの世界に行った方がいい。そうだね、体操とかそっちとか関係ない。幅跳びかな、高跳びかな、ね。確かにね。ただそれぐらい高いところの打点で弾き返すってことができたりするから、戦術とかやり方に関しては昨年と大きな変化はないと思いますけど、まあだから地上戦はボランチのまあ藤山、田中、諸岡あたりで広い、まあセンターバック組が空中戦で広いなんてことになってくるんじゃないかなと思いますと。なるほどね。うん。で、あとは、フォワードのラインナップがすごく素敵なメンバーが揃ったなと。うん、やっぱ元からいるね、吉田、伊吹、青木翔太、斉藤啓太はもちろんのことながら、はい、やっぱり J2 だったらね、普通にシーズン出れば2桁取るぞって男、庭塩、うん。そして、沼津時代に一緒にやってる畑純喜。はい。やってきたので、うん、まあ、この5人の中があったらね、スタメンが誰になるかってところも本当横一線でしょうし、うん、誰が2桁とかになっても、まあ、おかしくないメンバーだなというところがあるので。うん、ね、はい、はい。うん、まあ、後ろの跳ね返しのやっぱね、あの J3 から一緒に築き上げてきたメンバーがやっぱりみんな移籍しちゃったってところがあるので、うん、後ろのやり方が吉田健監督のやり方がハマれば、うん、もう秋田としてはもう中位以上の成績に残すと思いますから、うん、まあ、注目したいようなメンバーになってるかなというところでございます。はい。はい、ありがとうございます。はい。秋田でございます。楽しみですね。はい。そして続いてが、はい、そうです、うん。そして続いてが、核欲の陣。うん。藤枝でございます。まあ、これなんか翼っていうだけに、やっぱりサイド攻撃的なやつですか、はい、そういうことですね。うんうん、要は、あの、いわゆる、最近ね、ヨーロッパだったらコンパクトにするみたいなサッカーとかもありますけど、うん、藤枝は真逆ですね。はい。あの、エキスパンド、めっちゃ開くっていうチームになってる。なるほどね。はいはい、はい、はい。ワイド攻撃がやっぱね、心情ですよ。そうですね。うん、このチームは味方からすれば、3-4-2-1に見えるけど、いやいや違いますと、3-2-5ですと。3-2-5、なるほど。そうですね。久保登志郎選手がシュート決めますもんね。そうなんですよね。うんうんうん、あともう後ろのメンバーの中で唯一言えば J2 でやってこのね、サッカーを展開していくんであれば、ビルドアップをもうちょいできる選手がやってく、来てくれたら良さそうだなと思ったところに、うん、浦和レッズから、まあ高卒2年目になりますけど、うん、工藤光太選手の加入がありました。うん、彼だったらボール前につけてくれるぜっていうところがあると思うので、まあそんなところにも注目していきたいところでございます。あとはこうなんか J3 組のオールスターな感じのメンバーもやってきましたからね。ええ、やっぱりこう、やっぱ魚里選手とか荒井選手、徳永選手ですよね。そうね。このあたりがやってきてくれましたから、うんうん、やっぱりその両脇のところ、ウィングバックって言い方なのか、下がり目のウィンガーと言った方がいいのか、うん、カットインタイプでもある人もいれば、あの奥のところまで走り込んでってくれる選手もいるっていうのが、このチームの特徴ですと。はい。でさらにあの、まあ、でかいフォワードとして、あと180センチのアンデルソン選手なんてこともやってきてくれましたから、前線もサイドも後ろもいろんなパターンの陣容が揃ったってのが今年の藤枝だったね、はい。はい。思います。注目でございます。なんか旋風を起こす匂いもしておりますよ。そうですね。いや、ぜひ頑張っていただきたいですよね。楽しみでございます。はい、はい。そして続いてが、サガン鳥栖でございます。こちら見ていただきましょう。はい、こんな感じのメンバーになっておりますと。そんな藤枝からね、この年にあの内山圭選手、ゴールキーパーがやってきたりだとかありましたが、
やっぱ今回移籍でね、あの、鳥栖ってここ数年間はレギュラーの大半が、他の J1 チームに移籍してしまうっていう問題点を抱えていました。評価されちゃうから、鳥栖でね。そうなんですよ。活躍すると。うん、はい、うん。ただ今回に関しては、うん、あの、レンタルで帰った選手ぐらいでほとんど抑えることができました。残せるチームになってきたってことなんですか、それは。そういうことです、ね。魅力あるサッカー、そしてね、未来を感じるチーム。うんってことなんですよね。そういうことですね。選手にとってもより前よりも。はい。はい。うん、そして、まーさん、このチーム、ちょっと大変なことが起こりまして、はい。まあ、いろんな名前ありますけども、うん、なんと 40% が、パリ世代です。うん、おー、素晴らしいね。すごいよね。素晴らしいね。すごい若いチームになっておりますと。うんうんうん、もしかしたら、それこそユース出身組と、はい。パリ世代組だけでもスタメン作れちゃうっていう、多分 J 唯一のチームだと思う。すごいな。すごいので、はい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 、その中でしかもやっぱ最近っぽい形、うん、あの3バックと4バックを使い分けることができて、うん、しかも右に上がる形もできれば左に上がる形もできるし、うん、真ん中が落ちてきて両サイドが上がる形っていうより全部現状のスタメンのメンバーだけでできる、うん、相当面白いチームになってるよというところがあったりします、うん、ね、ミシャが言ってましたもんね、一番面白いサッカーをしてるのは今とさ、ね。そうだね。ね、昨シーズン。ここだと思います。うん、その中でちょっと僕注目したのが、他にね、川山選手とか川原選手とかもいろいろいるんですけど、うん、あの一人、アクム選手って人が来るんですよ。うん、あの、なんと南、全所属が南アフリカのカイザーチーフスから、うん。めちゃめちゃユニフォームかっこいいチームですよ、カイザーチーフス。そうなんですよ。はいはい、あの、元ケニア代表の選手になるんですけど、うんうんうん、で、あの、あ、こういう選手よくセンターバックオブセンターバックの選手とか、はい、やっぱど真ん中のセンターフォワードとかだったら今までも来てると思うんですけど、はいはいはい、あの、ボランチとセンターバック両方ともできますってってい う、だ昔あの、ベガルタ仙台にいた島尾マテみたいな感じのプレイスタイルもできるという。島尾マテ、はいはいはい、うん。そんなこともできる選手だったりするので、いいじゃない頼れるんだ。そうなんですよ。はははだからもうセンターバック、ボランチできるから4ポジション1人でこなしてくれるってところもあるので、ちょっとどんなプレイ見せてくれるかもちょっと期待だなというところがあったりします。カイザーチーフ僕はユニフォーム欲しいなと思って検索したら気をつけてください皆さんね。あの、同じ名前のバンドあるんでね、そっちが出ちゃうんで気をつけてください。そんなこともあったんだね。なるほどでございます。はい、ということで、トスさんでございました。はい、そして今日ラストこちらでございます。ドン、テゲバーチャーの宮崎さんでございますと。松田博士でございます。え、何てんな、ね、声いいんですよね。いいよね。はい、なんかうまいなと思うのは、うん、今回あの黄色で書かれている、うん、要は遺跡で加入してくるメンバーなんですけど、まあ 4-4-2 の時に力発揮してきたよねって皆さんなんですよ。うちの掛け軸には 4-4-2 と書いてございます。ね、ねそうか、やっぱ松田さんスタイルブロックディフェンスですよね。そうですね、ゾーンディフェンスのブロックやってくる感じですけれども。幽霊な442がね、ピッチをこう。ですね。組織的にこう動くというね。そうですね。うんうん、だもしかしたらディフェンスの方なんかもしかしたらちょっとコンバートされる人もいるかなと思ってて、はい、あの、例えば北村選手や大熊選手って2人は僕は左サイドバックに入れてて、元から彼らは左サイドバックでもあるんですけど、うんうんうん、一列前もできる方々なんですよね。はい、はい。ってなるとあのゾーンディフェンスっていう風になるとあのサイドでこうねラインにこう追い込んでいくってやり方もあるから、うん、もしかしたらそのデュエルに強いような方をあえてサイドに持っていって、うん、そこでボール奪っちゃってもうなんだろうボランチより前の6人で攻めてってもらおうみたいなこともなくはないのかなと思ったりしますから、もしかしたらここで乗せているポジションじゃないところで活躍される方も出てくるかもしれない。なるほどね。はい。まあ、あとはやっぱり同じね、ガンバからやってくる高卒今年が1年目になりますけど、はい、南野晴美選手ね、うんうん。本当だったら世代別代表にこう、毎回入ってくるぐらいのレベルの選手なので、うんうん、パリ五輪も全然可能性ある選手ですから、うん、宮崎でどれだけやれるか次第で、パリへの道も出てくると思うので。なるほどね。はい。うん、もう、次の南野としてまた世界に出ててほしいですから。そうだね。うん。そっか。はい、ということパリレースもこう J リーグでもガンガン始まってきてるわけですね、これね。そうなんだよね。そういう意味でもこう見どころが多いっていうことですね。はい。なるほど。ということで、今日は秋田、藤枝、鳥栖、宮崎の4チームでございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ますます開幕楽しみになってまいりました。もろもろね、ミロアカでもお伝えしてもらいますということでございまして、先生今日もありがとうございました。ありがとうございました。ね、朝晩動画を出してるんですよね、朝と夜ね。やってます。昼はサブチャンネルも出してるんですよね。うん、
というわけで、メンバーシップ、そして、グッズショップもやっております。そして、イベント2月3日は高円寺起点開幕カードでみんなでワイワイというね、やりました、トークライブ開催してくれるんですよね、先生ね。よろしくお願いします。もちろんでございます。ということで、皆さん、開幕向けておかせなんて引いてる場合じゃござん、先生。ございません。ということで、皆さんもね、気持ちの翼を広げましてですね、開幕バンバンね、いろんなものを跳ね返し、そしてね、そうだね、ピンチであればゾーンで守り、そして気持ちは爆発前夜でございます。陣を確認。お送りしてもらいました。ひのめまでした。ノービルさんありがとうございました。もうほんじゃなかねえじゃんね。またです。